丸谷絵乃です。さあ、忍者やっていきましょう。今日ですね、何をするかと言いますと、シーズン3に入ってから、初めてのガチャが登場しました。というわけで、今日はガチャをしていきたいと思います。早速ね、お知らせが来ていたので、ちょっと紹介していきましょうか。こちらですね、シーズン3のピックアップ1、忍者の運営チームです。新しいガムガチャのシーズン3ピックアップ1が、期間限定で登場しました。キャバリエコーデという感じで、結構騎士みたいな、結構ね、かっこいい感じの服装だったと思います。販売期間が10月29日の11時から11月15日の11時までとなっておりますので、早速ね、引いていこうと思います。来ました！これめっちゃいいじゃん！これ、かっこいい！いや、これでさ、ティシューのさ、モーションしたらめっちゃ似合いそう。ちょうどね、同じ武器あるしね。すごーい！スペシャルアイテムキャバリエコーデ。キャバリエスタイル、王のこの絵体をイメージした衣装とブーツ。主のために命を懸けるところは忍者も同じ。そして反り返った唾と大きな白い羽飾りが印象的な帽子。被るだけでかっこよさが3割増し。いや、もうこの帽子だけでもかっこいいもんね。めっちゃいいじゃん。今回これ何回まで出るかな。ちょっとドキドキするけども、早速引いていきたいと思います。ガチャは100ジャラで10個出てきます。で、10個出てくるんですけど、服の場合は1回目で出てきます。なんでもう引いた瞬間にその確定演出がわーって出て、それからゲットって感じなんで、もうね、途中からね、もう一番最初のお金入れる段階でもう当たってるか外れてるかはね、一目瞭然なので、ドキドキしながら引いていきたいと思います。では早速いきましょう。さあ、1回目。ダメですね、外れましたね。よし、2回目。あー、外れたー。いやー、そうよね、簡単に出てくれないよね。そうですよね。お、新しいガムだ。あ、そっか、ポップガムが増えたから。すごい、獅子舞だー。え、かっこいい。見て、ちゃんとさ、あの下がさ靴になってる。あれめっちゃかわいいじゃん。そっか、ポップガム、新しい武器がね増えたからね、その武器の新しいガムが登場してるんですよね。さあ、次は、あ、これもだ。見て、これ。あ、これレアなやつじゃん、しかも。ポップガム、熊取り。これもなんかさっきの獅子舞に似た感じだけど、すごいかっこいいね。そして、あ、これケルベロスだ。ベロガム。あ、これかわいいじゃん。なんかすごい夢っぽい感じ。夢川感じ。かわいい熊の顔がデザインされたガム。熊。ちょっと、クマ要素どこにあるんだ？クマ要素がちょっとどこかわからないけど、かわいいガム。さあ、まだまだ引いていきますよ。3回目。もうこの時点でハズレが確定しているので、何も喜びません。さようなら。演出を見ずに飛ばすっていう、新手な技をクリアしていきますよ。では、5回目。はい。さあ、5回目も外れましたね。さようなら。そして、新しいガムも当たらないというね。悲しい。さあ、どんどん引いていきましょう。6回目。さあ、6回目も外れましたね。さあ、悲しい。すごい、いっぱいもうさ、忍者ガムいっぱい持ってるからさ、新しいガムがそもそも来ないんだよね。いや、新しい種類増えないかな、この今までだった武器たちも。さあ、どんどん引いていこう。7回目。いやー、外れるよね、悲しい。あ、でも新しいガム出てきた。おー、黄色だって。あ、これもあれだ、上に歯のマーク書いてある。かわいい。噛めば息爽やか。いいね、いいね。一応ね、ガムって虫歯予防になったりとかもするからね。さあ、これは？すごい、ポップガムばっかり手に入るじゃん。ありがたい。これは？あ、ケルベロスだ。ベロガム。これはなんか、かっこいいね。黄色と黒が。あ、虎型！なるほどね。虎の殻、虎なんだ。はい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 。でね、黄色と黒だもんね。かわいい。お！ベロガム。これは？スニーカーがモチーフのガム。ベロを出した黄色のガムウェポン。なるほどね。
黄色要素あんまりない気がするけど、あ、靴が黄色ってことか。へえ、かわいいね。じゃあ8回目引いていきましょうか。いやー、外れるなー。これ何回目で出てくるかな。すごいドキドキするんだけど。さあ、新しいガム登場ですね。ベロガム。これは灰色っぽい感じだね。さあ、9回目引いていきましょうか。あー、これも外れる。あー、10回目も無理だな。まあでも20回以内に出てきたらね、ラッキーぐらいだからね。確率が、そもそも服の確率がね、少ないからね。そんなに出てくる確率はね、少ないはずなんですよね。さあ、11回目、出てきませんね。きたー！マジで？早い！ 12 回目！やばい！髪がか、どんどん速くなってってる。やったー！嬉しい！マジか！きたじゃん！え、嬉しい！やったー！これは嬉しいわ。やったね。しかも新しいガムも手に入った。ポップガム。うわー、すごい。嬉しい。12回目？こんな早く出てくることないよ、私。今まで104回、79回とかそんな感じで、もう終わりが見えない戦いをずっとしてたけど、12回？なんて早いんだ。嬉しい！ありがとう！じゃあ早速ね、これを着てバトルに行きましょうか。さあやっていこう！イーグルシティバトルロイヤル、たくさんポイントを稼げー！対戦よろしくお願いしまーす。さあやっていこう！レディーゴー！さあ、通常はいつも一本刀を使っているんですけども、格好が格好なんで忍者カリバーにしてみました。めっちゃかっこよくない？これ。さあ、上に人がいた。だからね、フリーマッチするとね、イーグルシティ率高いんだよね。なんか私のね、私の印象的なんですけど。さあ、ここに来るね。よし、来た。さあ、ここに来たし、あっちにもあるから、あのドローンもしっかり取りたいところ。はい、オッケー。で、あそこにもあるから、あそこにも取ろうと。いいぞいいぞ、いい感じいい感じ。よしよし。はい、ダイブ機がやっとできるようになりましたと。ほい。あ、ポイントが910。私と誕生日だ。さあ、あそこにドローンがあるね。うわーい、やばい。いけいけー。さあ、一本。丸の内。いけいけー。よし、オッケー。チョコモリー。いけいけ、やばい。え、うまい。あれはうまいわ。ポップアイ難しいのにすごい使いこなしてる、あの人すごい。いや、ポップアイこの間初めて使ったけどさ、めっちゃ難しかったからね。使いこなせてる人本当に尊敬するんだけど。さあ、ドローンがここに湧きますよと。はいはいはい、いけ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 。よし、オッケー。え、うわ、今の作詞だな。固まってると思い込ませておびき寄せるみたいな、そんな巧みな技ある？いや、本当にポップアイ頭脳戦だなってすごい感じた。この間初めて使ってみて。やっぱあれをね、うまく使いこなすはね、本当に至難の技じゃないかなと、めっちゃ思ったもん。タタタタラタラ。よし、トンコツ。うわー、マジか。うまっ。はっけよーい、残ったー。さあ、残り20秒近くですけども、さあ、ここでお仕置きブレードをしましょうか。オッケーオッケー。マジか。え、せっかくお仕置きブレード無双しようと思ったのに。
いや、あのワニ意外と厄介かもしれないなってすごい個人的に感じてる最近。いやーすごい。さあドローンマスターは私、一本マスターはさすがに取れてないか。そうだよね、一本マスター取れなかった。この人だってポップファイめっちゃうまかったもんすごいな、頭脳戦だよね。コングラチュレーション、対戦ありがとうございました。はい、ということで今日はですねガチャガチャを引いてまいりました。12回というねすごい速さで聞けてめちゃくちゃ嬉しかった。いつもねもう倍以上かかるのでこんなに早くね出てきてくれて本当に本当に嬉しかったです。しかもね可愛いしね、かっこいい高貴な感じがすごいするのでね、これはとても可愛いし今後もねいろいろね来ていきたいなと思いました。皆さんもねぜひガチャガチャねもしよかったら引いてみてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また見てね、バイバーイ。